さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7、2週目続きをやっていきましょう。ヒューズを探すところですね。ヒューズは確かあのロッカーみたいなところをチェーンカッターで開ければ出てくると。ここら辺な、結構忘れてるよな。で、これでチェーンカッターと、これセット、斧とチェーンカッターってどっちが強いんだろうね。で、ヒューズ一応見て、ミアいるじゃん。いや、全然気づかなかったわ。ミアが歩いてったよ。で、ここに隠れ出したのか。で、ちょっとヒューズを見てみましょう。調べますと、調べるって言っても別にヒューズなんだけどね。てか、ヒューズってこんなんなの？俺だったら絶対ヒューズって分かんなそうだな。あー、ステイヤーズって書いてあるね。1階、2階、ステイヤーズ、3階。さて、ここだ、ここ。もうさっきね、ビビりまくってたからね。いや、マジでビビるから、だってこれ。いる？おかしくね？これで行こう。あ、安心して。勝手に画面が切り替わった。傷つけるつもりはなかったんでしょ？いや、これ無理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 。僕もやりやがったな、このクソ野郎が。これなんか抵抗するとかあったっけ？お前も味わいやがれ。うわぁ。うわぁ。これはなかなか抜けないのか。今どんな気分か教えてよ。いや、絶望的な気分だよ。これね、拾えるみたいなんですよ。俺拾わなかったんですけど、左手超やだ左手調べる、左手。うわー、でこんなのさ、持ってどうすんのどこにしまってんのこの左手。うわ、斧は使えないからな、さすがに。でさ、俺がさ、こうやって今階段出したのにさ、ミアはどうやって上に行ったんだ。謎が謎を呼ぶな。とりあえず脱出することが先だ。まあ、まずはやっぱりこのハンドガンを手に入れて、よし、ハンドガンゲットだぜ。よし、これで。で、回復薬と構える、撃つ。いや、それは撃たないけど。弾ってこれだけだっけ、ここは。で、はしごを登るとミアが出てくるから、まあ、カジュアルだからね、そんなに強くないとは思うんだけど、ハンドガン連射してれば多分倒せるとは思うんだけど、弾を込めてる時だよね。ガードできるのこれ。あ、一応ガードできるね。よし、ハンドガンの弾ゲット。あ、32発あれば大丈夫でしょう。さ、登ってなんか出てきたら降りるで、距離を取る。もうこの時はね、やってこう。やばいやばいやばい、ほらほら、で、このうちにリロード。おっそ、狙え。いやー、相変わらずちょっとエイムが下手だね、俺も。いてててててて、回復しながらリロードして。遅い、リロードマジ遅いね。ヘッドショット一発ずつ確実に決めて、この時
あれ？あ、倒したか。何してる？おお、チェーンソー欲しい。チェーンソー取ろうぜ、チェーンソー。で、おっさんどっか出てくるの？ミア。お、来た。おー、いた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 。どっから出てきたんだこのおっさん。くは。あ、すげえな、ミアと一緒に俺を引きずって。起きてよ、まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。はい、ありがとうございます。一応ゾイも普通にここら辺には出入りしてるんだね。でも感染はしてるのか、左手がくっついたってことは。ここはどこなんだ。どうなって泣きつけられたんだけど。ようやく起きたの、ネボスケさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。ひどくねえか。食べな、美味しいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。ルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんた。勘弁しろよ、親父。あいつ、どうでも分かった。気が取ってるね、好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。さあ、食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。ほら、食うんだよ。最後のクソ野郎が吐きやがったよ、ジャック。てかさ、ルーカスさ、あ、エブリンがいる。なんだよ、吐きやがって。あのクソ野郎許さないよ。せっかく私が作ってやったのに吐きやがって。こいつは我々にはとっておきのご馳走で。ルーカス、こんなん食ってんのかね。邪魔しやがって、またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくる。ルーカス、どこ行ったの。左手ないけど。どこでくっつけたんだろう。エブリン、元気か。一緒にご飯食べてるんだね。食べてるかどうかは知らんけど。ニコズハードウェア、まあいろいろ買いましたと。ペット用首輪ってなんか使ったっけ。明る明る、めっちゃ明る。特に何にもない。で、ここは柱時計。一応見ていくのは見ていきましょうか。ルイジアナで男性3人行方不明。今月9日、ルイジアナ州ニューオーリンズから同州ダルベイに出かけた男性3人と連絡が取れないとの通報を受け、州警察は何らかのトラブルに巻き込まれた可能性もあるとみて捜査を開始した。連絡が取れないのはピーター・ウォーケンさん、アンドレ・スティックランドさん、クランシー・ジャービスさんの3人。まあ、取材の3人ですね。インターネットに配信する動画撮影のためダルベイへの取材を計画していたとのこと。で、これはアボカレシシエン、クライブ・アール・オブライエン、まあ、そういう本が趣味なのかね。ハンドガンの弾、一応もらっとくか。
さてと、こっちがあれでしょ、この中なんかあったっけ。これは閉めるマークだよね。特に何にもないと。アイテムのありかとか忘れちゃったかな。でブーツとか特に何もないからね。でここは鍵でしょ。ここの壁ぶっ壊したんだな、あのおっさん。ここ開けて、地形がね分かってるからね、だいぶまあ動きやすい。あとはおっさんからね鍵を奪って逃げないといけないけど、さてじゃあここ開けとくか。こっちに開けとこう。でしゃがんで、ちょっと待ってよ。であそこに鍵があるんだよね。進むと、あ、いるね。見つかった。あいつ何してんのあそこで。あ、来た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 。ディナーが終わってないのに出ていくつもりか。しょうがねえだろう。これ狭いね、横を通り抜けろ。うわ、行くぜ、強引に鍵をゲットする。鍵をゲット。さてここがちょっと広いからな。でこれね、鍵にね合わせておこう。失敗してたんだぞ。ほんとかよ。ガード、ガード、よし逃げろ。走れ。俺の方が速いのか奴の方が速いのか分からんけど、とりあえず走る。心配ない、俺はここだ。行くぜ、カチャカチャっと。さあ早く。てか遅いよねこれ開くのが。いいよっこいセット閉めろ。 OK。 これ来るのこいつ、ここまで。特に来る様子はないね。ここは特に何にもなかった気がするんだよね。ここにアンティークコインがあるくらいで。で進んでいって、上に出て安息の地と。よしよしよし。でまあいろいろあるけど、まあまずは本館の見取り図取って、電話があって、ここ開けてキーピックをゲット。でこれ開けて、ハーブと薬液と。で回復薬は作るべきかどうするべきか。でアイテムボックスがあって、1周クリアしたのでアルバート01 と、防御の極意汚れたコイン、まずアンティークコインは置くでしょ。弾は持つ、キーピック、薬液。さてさてアルバート01はもちろん持ってこう。いきなり弾ありかみたいな。で防御の極意、防御の実践的手法が書かれた、書物、古書。ガード値のダメージを軽減する。防御の真髄と合わせる持つことで最大の効果が得られる。あんまり防御って使ってなかったからね。牽制のコインどうすっかな。牽制のコインと防御のなんだっけ極意2つ持つと結構重いよな。でサプライボックスちょっと取り出して、サプライボックスを使用して、回復薬とショットガンの弾。ショットガンの弾はさすがにいらないんで置いとく。サプライボックスももちろん置いとく。ハーブと薬液はまあ一回くっつけちゃおう。とりあえず合成して回復薬と。で牽制のコインまあいいかな、とりあえず。でアルバートがあるからね。うわかっこいい。てかめっちゃかっこいいよ普通に。弾は3発か。あ撃ちた。ちょっと調子に乗りすぎた。まあいいや、強そうだ。でも
ていうかこれをね上に置きたいんだよね。拳銃は上、もう俺の中ではこれで怖いものはいない。じゃあちょっと一旦セーブをしましょう。セーブをしたので先へ進んでいきましょう。鍵を外して電話に出て、よくやったね、イーサン。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないとメインホールから出られるかも。分かった。あと売れのはコデックスっていうの、なくさないで、大事なものだよ。これ取り付けるとすげえホッチキスみてえなので取り付けられてんな。何なんだこいつ。いや何なんだこいつって。いいやつだよ。完全にホッチキスだな。まあいいや。たとえ誰が来ようと今の俺を止められる者はいない。で一旦こっちを調べて、こういうのも一応見ておきましょう。これ誰だろうね。ゾイかな。で、ふってぶってしい顔つきだ。こいつルーカスか。ルーカス。あ、ルーカスだね。で、さっきのイカれた夫婦だと。ジャック&マーガレット。25回目の結婚記念。で、ここにそうか。これあるのか。これはナイフで壊したいからね。ちょっと、今は置いておこう。で、開かないと。防御。さあ警官に会いに行きましょう。おいる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 。開けてくれ。いいぜ。おい警官、どうだ俺の拳銃、いいだろう。おい頼む助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんたここの人間なのか、つまりこの家に住んでるのか。俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったがこの辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。分かったよ、何でも話すから。よし、分かればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。いや、いらないいらないいらない、そんな銃弱いもん。あんたどうかしてるんじゃないか。お前の銃の方が強いぞって。保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。いや、いらないよこんなの。持っていけ。いやでもこれで十分、箱を壊すには必要だからね。さっさとガレージへ行け、今すぐ。いらないいらない。本当だよこんなナイフ、マジいらんわ。いやこれよりこれだよ。いやいいね、惚れ惚れするよ。まあただちょっと箱を壊すのにはこれにしておいて。よし、ハンドガンの弾ゲット。ただ弾はねさすがにもったいないから車で引き殺しましょう。で、ハンドガン別に取んなくていいよね。いきなりもう車に乗り込む準備をしよう。さあ行くぞ。あれ？ボタン押さないといけないのか。さあ来い。おい、警官、こんなとこ早く出よう。血を調べてたのか。まずこの夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ、閉めるんじゃない。よせ。さてさてさて、まず車のキー取るでしょ。で、開けるでしょ。仕方ない、お前もここで殺してやるとしよう。で、鍵をかけるでしょ。鍵をかけるっていうか、これがバックで、これは攻撃か。おらっかい。うふぅ、いいぞいいぞ、もっと来い。
大丈夫か、もう一発ハンドルだけ動かしてんね。あれどこ行ったあいつ。ああ乗り込んできた、乗り込んできた。いい車持ってるじゃないか。どんどん勝手に進んでいくんで。いや免許証持ってるよどこで運転覚えたって。教習所だよ教習所。ああ、もう終わりにしよう俺たちで。おい、いいね、一緒にドライブを楽しもうぜ。何してる、やめろやめろ。おお、おっさん、おお、一応ピクピクしてるね。さて降りて、あ、ハンドガンの弾とかない。このねハンドガン落ちてるんですけど、まあ、別に取んなくてもいいんで、取んなくてもいいんでっていうか強制的に取るんですよおいおい、何しやがる、どうしてくれるんだよこのクソ野郎めが。あ、ここにあるね。とりあえず取って回復薬かゲットしてほら、手間をかけさせてくれる。で、ここにねハンドガンがあるから、これをね拾わないとこのねはしごに登れないっていう。おっさんどこ行った？あれ？仲良く重なってる？仲良く重なってるね何このシーン君たちは仲良しだな。弾取っとけばよかったかな。他に何かあった気がするんだよね。ここら辺だっけ。回復薬か。まあでもカジュアルだから弾はそんなに必要ないかな。まあ、ハンドガンの弾を取りましょう。で登ろうとすると、いいか、しっかり見ておけよ。今から面白いものを見せてやる。マジかよ、こいつなんでこんなことしだしたんだ。この弾をさ普通にアルバートに込めたいんだけど。まあいいや、登っていこう。あ、ここにショットガンの弾なんてあったんだ。一発だけだけど。で、これを取って、カチャカチャカチャと。それでここから外すんだっけ。よし、 OK。 で、ここをよいしょっと、で裏側に降りると。さあ先へ進もう。で、まずはここに込められてる10発の弾は使っちゃいましょう。で、ここのキーピックはあれだよね、回復薬だから回復薬は別にっていう感じだしな。ここら辺のアイテムは全部取ったんだっけな。とりあえずおっさんを倒したんで、じゃあちょっともう一回セーブをして、じゃあ先へ進んでいきましょう。微妙に減ってんねヒットポイントが。でもまあ緑かまだ。じゃあここを開けて、あ、しまった、ショットガンの弾預けてくればよかった。で、いろいろまず回収しよう。こいつを突き刺して、そっか、あっちにもいたね、そういえば。こいつも突き刺して、一応ねこいつもね全部破壊するとなんかもらえるみたいだから、こっちのハンドガンか。ハーブをゲット。ガンパウダーゲット。アンティークコインをゲット。てかさ、もう持てなくね？
ガンパウダーどうする、強素弾にしちゃうもん。合成しようで、あ10個必要なんだ、ハンドガンの弾が足りぬ。お、電話電話電話。父さんにいじめられた？父親なのか。昔はね。残念だが奴はもう死んだ。あんたならできるかもね。え、何のことだ。やってもらいたいことがあるんだけど今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出てる。分かった、また連絡する。奴は死んだって言ってももう知ってるから信じてないよね。で、頭が欠けていると。いいね、すげえ見やすいわ。これ以上持てない。どうしようかね。あー、回復薬がちょっといっぱいありすぎるんだ。使おう、もう元気いっぱい。で、あ、行きましたと。で、時計の振り子をゲットして、ルイジアナ南部で相次ぐ失踪、2年で20人以上、ノースカロライナ州在住の大学生ヘレン・ミッドキフさんがルイジアナ旅行中の21日夜から消息を絶っている件を受けて、州警察ハーベル警部は同州南部地域での行方不明者がこの2年余りで急増していると記者に語った。不明者の多くは旅行者や浮浪者で、その数は少なくとも20人に上るとみられている。警察では何らかの犯罪に巻き込まれた可能性もあるとみて、地元住民への聞き込み強化や捜査員の増員を行うとのこと。アリッサなんちゃらかんちゃら。でここはまだ特に何にもないから、時計台のなんちゃらっていう情報がどこにあるんだっけ。時計台じゃなくて時計の針がなんちゃらっていう情報は、でこれ私を撃ってでしょ。ここら辺はチップス。まあとりあえずあれを取りに行きますか。おっさんってどこから出てくるんだっけ。なんかちょっと細かいところ忘れちゃったかな。この壁がねすげえ怖いんだよね。いつ出てきてたっけ。まあいいや、こっちに行って、これをはめて、ああこういう仕掛けか。なんか降ってきたのかな。もっとよく見とけばよかった。でレリーフをゲットと。こことか開けたよね、もう。なんかここら辺、そういや、ハーブがあったような気がするんだけど、なんかなかったっけ。ないか。取ったっけ。ああ、あったあったあった、これだよね。ハーブをゲットして。じゃあ、ちょっと一旦ここに戻って、アイテム整理をして、ガンパウダー一旦預けて、ハーブも預けて、ショットガンも預けて、防御の極意、まあいいか。で、アンティークコインも預けて、このハンドガンどうすっかな？いる？アルバートがあれば、すげえ全然いい気がするんだけど。キーピックも一回ちょっと置いときましょう。まあいいか。でも、10発あるんで。じゃあちょっとまあなかなかいいところまで来たので今回はこれで終了して、あそうかこいつここにいるんだった。こいつをぶっ倒してから行こう。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。